子どもの自己肯定感を上げたい、こんな思い持っていないでしょうか。今回はですね、お子さんをサポートした結果自己肯定感が上がったというね、実際の事例を交えて自己肯定感の上げ方ですね、はい、こちらの具体的なやり方をお話ししていきたいと思います。はい、まあ本当に自己肯定感がね高ければ、いろんなことに挑戦できるようになったりとか、まあいいことづくめですよね。だからお子さんの未来は絶対明るくなります。一方これが下がってしまうと本当に極端な場合ね、なんで私は生きているんだろう、生きている意味なんじゃないないんじゃないかぐらいな、ネガティブに考えてしまうこともあるので、まあそうなる前にねしっかりお子さんの自己肯定感を上げていただければと思います。はい、じゃあ今回紹介するのはね平山さんという方なんですが、元々の状態が、自分の気持ちを話さない、で笑顔が少ない、人の顔色を見て行動しているっていうことですね。まあこの人の顔色を見て行動するっていうのは結構ね、あの自己肯定感が低いとこういう行動を取ってしまうことが多いんですけど、まあ自己肯定感が高くなるともう周りが何と思うかどうでもいいと自分は自分の、生きるままに生きるんだっていうふうに思えるんですけど、やっぱ下がってしまうとなんか人から変なふうに思われてるらなみたいないうふうに思ってしまうことが結構あるんですね。とかまああと、気持ちをね話せないっていうのもなんか話したら否定されるんじゃないかなみたいな感じでちょっと言えなかったりするので、まあ、自己肯定感がやっぱ下がりかけている特徴ですよね。で、まあ、僕がね、こういう状態で悩んでいるときに、僕がね、オンラインで行っている子育てのプログラムがあるんですけど、こちらに参加してくださいました。その後はどうなったかというと、お子さんがまず親に自分の気持ちを話せるようになったそうですね。さらに、自分に自信が持てるようになって笑顔が増えたそうです。これ親としてすごく嬉しいですよね。まあ、なので、この辺から見て、やっぱりね、自己肯定感がしっかり上がったからこそ、自信を持てるようになっているわけなので、これはお父さんお母さんのサポートがね、うまくいった事例かなと思います。はい。じゃあ、親としてね、どういうサポートをしたのかってところなんですけど、3つ今回やられたそうです。まず1つ目が、子供の好きなゲームを一緒にするっていうことですね。で、ゲームをしてね、なんで、自己肯定感上がるんだって話なんですけど、やっぱりこの自己肯定感のやっぱ土台っていうのは良好な親子関係なんですよね。そう、だから、それを作るっていうのが最初のステップになるわけです。その時にやっぱ一緒にゲームをするっていうのは子供からすると自分のね、この興味関心、興味を持っていることに親がね、親も興味を持ってくれているってことなので、やっぱ嬉しいですよね。嬉しいことしてくれるわけなので、やっぱ親子関係も良くなるわけです。で、あと2つ目、ゲームを否定せず興味を持って、話をするようにしたそうですね。やっぱ自分のね興味を持っていることを否定されるっていうのはこれ自分が否定されているのと同じなので、やっぱそれやっちゃうと自己肯定感下がっちゃうんですよね。でもそれを否定しないようにしたことで、子供としてもやっぱり、すごくね、嬉しく思い、さらに自己肯定感も上がっていくってことです。で、あと、自分で決めることの大切さを伝えて待ってあげたってことですね。まあ、これは人の顔色をこう伺っているっていうね、場面があったと思うんですけど、まあ、もちろんね、顔色全く伺わないのも、これはこれで良くないです。人からね、嫌われることを平気でやってしまっては良くないのでね、多少はまあ、意識することはいいんですけど、意識しすぎるのもやっぱ良くないので、まあ、この子の場合はどちらかというと、意識しすぎていたので、もう親がね、この大事さっていうのを伝えてあげたってことですよね。で、まあ、その結果、自己肯定感が上がったわけだと、いうことです。で、まあ、これ、先ほども、ね、伝えたことではあるんですけど、やっぱ人というのはね、この無条件に認めてもらったり、無条件に自分を愛してもらうと、やっぱ自己肯定感が上がるんですよ。まあ、愛数の部分がわかりやすいんですけど、あなたはね、例えば勉強が苦手だとしても、それでもいいところがたくさんあるんだからねってやっぱ言ってくれた方が、あなたは勉強をね、できるんだったら愛してあげる、でもできないんだったら愛さないって言われるよりも、やっぱり嬉しいですよね。し、やっぱそうやって無条件で愛してくれるからこそ、あ、自分は価値のある人間だから、無条件に愛してくれるんだって、親はやっぱ、子供は思うわけですよ。そうすると自分を肯定する、つまり自己肯定感が上がっていくわけですよね。で、それは本人だけじゃなくて本人がやっていることも同じなんです。結局ゲームをねこう否定されるっていうのは自分の行動を否定されているのと同じなので、やっぱり自己肯定感下がります。でもそれをやっぱねこうある程度でも肯定してくれると、まあ、自分がね認められているのと同じような感覚になるので上がっていくわけです。で、あとは、一緒にね、ゲームをするっていうので、親子関係を良くするためにやったって話をしましたけど、これも、やっぱ親子関係が良くなると、自己肯定感が上がっていくんですよね。結局、なんでかっていうと、やっぱ関係が悪い
場合、子供は自分は親から愛されていないから関係が悪いんだなというふうにやっぱ思うわけですよ。愛されてないんだなと。そうすると自分は価値がない人間だから愛されないんだってやっぱ思ってしまうので、自己肯定が下がってしまうんですよね。そうなので、ぜひね、今このね、平山さんが行っていただいたような子供との、ね、関係を良くするために、まあ一緒にゲームをするとか、まあ、それ以外にもいろいろあるんですけど、そういうのをやったり、あと子供の行動とか子供のそもそもの人格とか、こういったところをしっかり認めてあげる、これをやっていくと自己肯定感上がっていきますので、ぜひ試してみてください。はい、あと、まあ、良好な、ね、親子関係の作り方は僕が無料で配信している思春期の子育て行動ですね、この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中でも詳しくお話ししておりますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。